願いします。こんにちは、船橋市議会議員予備校生物科講師の朝倉です。本日は2020年2月24日、まだ新型コロナウイルスに対する不安が全国にある中で、私はできるだけコロナウイルスの実態を皆様に説明し、そして私たちが何ができるか皆様と共に考えてまいりたいと思います。でまず本動画は3つの部に分けて、発信いたします。1つ目はコロナウイルスの性質、増殖の仕方をインフルエンザと比較しながら、説明します。で2つ目は、この敵を知る、この1つ目が敵を知るということですね。で2つ目は味方を知るということで、このウイルスに対して普段私たちの体が自然にウイルスに対して対抗してくれている免疫系の仕組みを知ろうというのが2つ目で、3つ目はが技術を知るということで、コロナの RNA ウイルスの検査を RT-PCR 法という方法でできるんですが、その技術について説明をして、これがさらに全国でできるようになることを、市議会の中でも発言していきたいというふうに思っております。それではまずコロナウイルスの性質についてインフルエンザと比較しながら説明してまいります。まずインフルエンザは皆さんも、かかったことがあるではないかと思うんですが、毎年毎年、流行るものですね。じゃあまずインフルエンザのウイルスの構造ですが、このエンベロープという脂質の膜の周囲に NA と HA というタンパクの突起があります。そしてウイルスの内部に RNA というウイルスの遺伝子があります。でこれが人の気道上皮細胞とかに接近すると、人の気道上皮細胞の表面にあるウイルスレセプター、これ CR3 というものですけど、 CR3 というものに貼り付いて HA の部分で貼り付いて、そしてそうすると細胞膜自身がへこんでウイルスを取り込もうとします。エンドサイトーシスと言います。そして取り込みます。これが侵入ですね。で侵入した後、ウイルスのエンベロープ膜と細胞膜の由来のものが融合して、 RNA だけが外に飛び出てくるんですね。これを脱核と言います。で脱核したものは一旦核の中に、細胞の核の中に入ります。で核の中で複製を RNA がコピーされて RNA ができる形がとります。それともう一つは、 RNA は遺伝子として働いて、人の RNA からタンパクを作らせる仕組みであるリボゾーム、小胞体、ゴルジ体の仕組みを使いながら、この HA とか NA という部品のタンパクを、ウイルスタンパクを作らせるんですね。でこのウイルスタンパクが配置した小胞が移動して細胞膜にこうバチバチと貼り付きます。でここに配置された状態になったところに、複製された RNA という部品が来て合体して、こう芽が出るみたいに質がというのをします。そして最終的にここから次の細胞に向けて放出されるんですね。でこの時に最後、ここの、放出される時にこの NA というところで、切断をするんです。この接着を切断して飛び出ていくんです。さてでこのウイルスの、に対する人の、今の医療が行っている防御法、予防法は、必ずしも有効じゃないと言われてますけど、ある程度有効性がある HA というものに対するワクチンです。この HA をブロックすれば、そもそも吸着できなくなるというのがインフルエンザワクチンの仕組みですね。じゃあ実際にインフルエンザになった後に、病院に行くと、そのリレンザとかタミフルとか処方されると思うんですが、それはどういうところにアプローチしているかというと、もうすでに感染されてしまって細胞の中にウイルス入ってしまっているだとすると、それ以上に増やさないために、ここ脱出を防ぐんですね。この NA というので切断するのを止めると、そうすると脱出できなくなるので、もう感染してしまった細胞は仕方がないんですが、それ以上の細胞にウイルスが出てこかないようにするという仕組みで、拡散を防止するという形で防御しているのが、リレンザとかタミフルの仕組みです。それでは次にコロナウイルスについて説明していきたいと思うんですが、ちょっとその前に、実は皆さんあんまりウイルスとか、普段これまで意識してこなかったと思うので、身近じゃないと思いますから、なんとか説明しようかと思っていろいろ考えたんですけど、私の家のそばに、KO2 というホームセンターがいまして、ウイルスの説明使えないもの、使えるものがあるかと思って調べたらありました。これがこれ実はね、ウイルスじゃなくて、
ツボグリグリというツボ、まあ、をこうやってツボ の道具みたいなんですが、これがウイルスにそっくりなんですね。インフルエンザはごめんなさいちょっとあそのままインフルエンザはこういう形をしていて、 この中の突起の一つである HA で侵入して、そして中で増やして、ここから この壁が人の気道上皮細胞の細胞膜だとすると、ここから侵入して奥で増殖して、ここから飛び出ていくんですね、ということです。それではコロナの方はどういう仕組みかということを説明します。でコロナも同じ RNA ウイルスですので、インフルエンザとほぼ同じ形になっております。でまあ、ここら辺はほぼ同じですね。吸着そして侵入まではほぼ同じです。でウイルスレセプターがインフルエンザの場合には CR3 だったに対して、コロナの場合には ACE2 というものです。アンジオテンシン変換酵素の 2というやつです。でこれが侵入した後に脱核するまでは一緒なんですが、ここからちょっと違います。インフルエンザの場合にはそのRNA が核の中に入るのに対して、こっちは核の中には入りません。細胞質にそのままとどまって RNA 複製をさせます。そしてタンパクを作らせるのはリボソームと小胞体ゴルジ体系、この系列は同じなんですが、ちょっと不思議な特徴がありまして、さっきインフルエンザは細胞膜にこの HNA とウイルスタンパクを貼り付けさせましたけど、実はこのコロナの場合には小胞体とかゴルジ体というまだ細胞の中のにある膜のところにタンパクをウイルスタンパクを配置します。そしてこの出芽に相当するところがこの細胞内で起こるんですね。そうすると細胞にまだ脱出してないんです。じゃあどうやって脱出するかということなんですけど、これ細胞が破壊されて出てくるという形です。でウイルスは細胞自身は壊されてません。でコロナウイルスは細胞を破壊して出てくるということの違いを見ておいてください。それでは治療のことについてはちょっともう少し後回しにしまして、ちょっと RNA という言葉がいっぱい出てきましたので、ちょっと RNA という言葉について説明したいと思います。皆さん実は RNA という言葉は今回初めて聞いた人も多いんじゃないでしょうか。DNA という方が有名ですね。遺伝子は DNA だったということが有名だと思うんですが、その DNA の親戚が RNA です。でどこが違うかというと、 DNA は二重らせん、2本のらせんが、まあ、2本の鎖がらせん状になっているのに対して、 RNA は、まあ、例外もあるんですが基本的に1本の鎖です。でその中にこう DNA だったら ATGC という暗号が並んでいるんですが、ちょっと暗号が一部だけ違いまして、 T の代わりに U という暗号があります。これ塩基というんですが、それが実は遺伝の暗号になってます。で、まあ、あと糖の種類も違って、これがデオキシリボース、リボースで、これが DNA の D の由来。で、これが RNA の R の由来になっております。さて、私たちの体で DNA が遺伝子の本体だということを、で、私たちの体で、じゃあ DNA がどうやって働いているかを示しますと、私たちの核の中にはいろんな遺伝情報を持った DNA がいっぱいあり、二重らせんを持ってあります。でそれに対して外から例えばホルモンが何々を作りなさいというの指令を出すホルモンが外に貼り付きますと、その情報が調節タンパクということで DNA のある場所に貼り付きます。これが DNA のある場所をスイッチオンさせる物質なんですね。でそうすると DNA の二重らせんがほどけます。ほどいた上でほどいた片側だけを RNA にコピーします。まあ、ちょうど100本を持ってきて、分厚い本を持ってきて、これから調べたいページだけをコピーして勉強するみたいなもんですね。でコピーが RNA です。で RNA がコピーされたものの上には DNA から写し取ったこの先ほどの暗号が載ってます。でその暗号が例えば GGCUAU だとすると、この GGCUAU は3文字ごとに暗号を読む仕組みがありまして、これがリボゾームという細胞質の装置で、GGC だったらグリシン、 UAU だったらチロシンというものに読まれてきます。でそうするとタンパクがアミノ酸の並びができまして、これが独特のタンパクの形になって、まあいろんな性質が発現するんです。で DNA が遺伝子の本体で、 RNA は、まあ、いわばつなぎ役的な働きをしてるんですけど、私たちの体の中ではウイルスについては、まあ
DNA を持っているウイルスもあるんですけど、今回話題になっているコロナウイルスとか毎年話題になるインフルエンザウイルスというのは RNA なんですね。で、RNA で私たちの体の中に入って、この翻訳という RNA からタンパクを作る仕組みを乗っ取るわけですね。で、乗っ取って人の細胞の力を借りながら増殖するというのがウイルスの手強いところです。まあ、これが3文字でどういう暗号を示して、アミノ酸を示しているかという暗号なんですけど、これ実はウイルスから大腸菌から人まで全て共通の暗号の仕組みがありまして、だからウイルスも人の仕組みをうまく使って増殖ができるわけですね。それでは最後に新型コロナウイルスの今後の予防や治療の方向性について考えてみたいと思います。まず予防や治療の方法が確立されていない中、現場で奮闘されている医療従事者関係者の皆様に敬意を申し上げます。研究の方向は今後どうなるかは未来は見えないところがありますので、あくまでも現時点の予測ということでお聞きください。インフルエンザに関しては侵入をブロックするこの HA に対する、ワクチンですね。そして治療のための脱出を阻害する NA に対するリレンザ、タミフルがありました。そして言わなかったんですが、この RNA の複製を阻害するアビガンという薬もあります。コロナウイルスについてはどうでしょうか。今まだ確立されていませんが、一つの可能性としてはこの S タンパク、侵入する S タンパクを阻害するワクチンの方向性があり得ると思います。ただこのタミフル、リレンザに相当する部分はもう細胞壊れていますのでできません。そこで今緊急的に実は2月22日に厚生労働省が打ち出したのが、インフルエンザのここの部分の阻害に使われているアビガンを、緊急的に新型コロナについてもアビガンをここで使ってみようという方向性を打ち出しております。副作用の問題とかいろいろあると思いますが、緊急避難的には一つの治療方法の一つかなというふうに考えております。今後も新たな研究や治療法が進展することを願っております。